朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」1月7日木放送分危機物語冬の嫁入りが3日後に迫り、木助は意を決して慎次郎に告げました。冬が慎次郎に思いを寄せていることをそして木助は慎次郎に懇願しました。自分の思いを押し殺して嫁入りする冬に。 娘時代の良い思い出を作ってあげてほしいと木助の頼みを聞いた新次郎は一計を案じます新次郎は早速冬を連れてどこかへ出かけていきました一方新次郎の行動を不審に思った朝も動き始めます朝が足を運んだ先は新次郎の三味線の師匠美和の店でした